はいどうも、キスケです。今回ですね、ライバルズ実況を始めていくんですけども、使っていくデッキはアリーナ。デッキの中身がこちら。ウィークエンドトーナメントが、昨日行われたんですけども、その時に決勝戦で使われていたアグロアリーナになってます。はい。で、やっぱり変わった点といったら、ビッグスロースが入ってる点じゃないかなと思っているのと、1コス帯が14枚入ってるので、このビッグスロースをですね、最大限に活用できるような、デッキになってるのかなと思います。はい、やっぱりね、処理札が多いので、対アグロに対しても非常に強く立ち回れる構築になってますね。はい、でやっぱり聖剣好きで、この2枚が入ってる理由といたしますと、やっぱりね、仁王立ちを、除去してあげる。アリーナ相手だと結構ね、後列に配置することが多いんですけども、相手が、こちらのデッキがアグロと分かった瞬間に、やっぱり前列に置くデメリットを考えても、自身のライフを守りに行くことが多分最優先に考えることだと思うので、仁王立ち張ってくることが非常に多いです。でその時に聖剣好きを差し込んであげたり、メラゴーストとかでね、1点細かく叩き込めるので、これはね、非常になかなか強い構築になってるんじゃないかなと思います。はい、それではね、よろしければ、チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。動画の方を最後まで見ていってください。それではランクマッチいきましょう。この戦いは楽しめそう。はい、それでは対戦やっていきましょう。お相手テリーですね。さあ、テリー相手だと、アグロミラーっていう感じですかね。はい、そうですね、聖剣好きいるかな。これでいこうか。はい、やってやるぜ。はっ、思いっきりいくわよ。これは格闘パンサー展開からいきましょう。ほい、ターンしろ。飛び切り、ストレートパンチが良かったですね。メラゴーストで返された時のストレートパンチ。思考が停止してますね。メラゴースト待ってるよな。さあ、燃やされていきます。気合入れてくよ。さあ、出ましたね。出たけど、これはさすがに、テンションを回していきましょう。私の技、味わわせてあげる。モーモン、これモーモン展開もう展開でいきましょう。はい、ヒロパ打ってくれればでかいかなっていう感じでしょうかね。はい、さあ3コスの動き、はぐれメタルが非常に嫌ですね。ただストレートパンチで返せるので、いいかなっていう。スキル使うかな、これは。リカブチよ、俺に力を貸せ。ほんならこれは覆面バニーでいきましょうか。覆面バニーでいこう。楽しよう。プチアーノン悪くないですね。俺のターンだ。さあ、4コスの動き、次余裕があるなら、このね、イエティをちょっと展開していってもいいんかなっていう感じです。はい、さあ4ターン目の動き。これね、やっぱり3コスト34っていうのがなかなか効いてますね。さあ、竹槍兵、処理してくるか、これ処理か、処理していく。モモ、私のターンね。ジャガーメージ、メラゴーストっていう動きにしましょう。はい、ジャガーメージ、トゥルトゥルトゥルンと。ではメラゴーストを、ほいとターン終了、燃やしていく。
やってやるぜ。さあお互いアグロですね。まあ竹槍採用してるんでアグロはほぼ間違いないんかなと思います。はい。さあ猛者の人玉、それがきつい猛者の人玉がすごくきついです。ただまあ盤面で処理できないですね、殺されちゃうとあ、まあ力の指輪があるので、そうですね、5コス5。まあこれでまあライン、イカツチの加護を逃れることはできるんですが、とりあえず処理を考えようかな。いや、ビッグロースいきましょう。ビッグロース、力の指輪、はい、処理。ちょっとねこいつは本当に処理しとかないとダメなユニットなんで処理します。でプチアーノ、ハリセンモグラ、ハリセンモグラ、はい、ここもかけちゃおうかな。どうしようかな。いや、これはまだいいか。はい、これでターン終了。まあ、とりあえず雷鳴を、雷鳴っていうかイカ槌をね、ヒロパを回避する形でいきましょう。さあジャガーメイシ、あーこれはこいつにヒロパ打つかな。シャンプー、はい、ビクロス、さすがにもうでかくなってほしくないっていう感じですね。まあ結果論ですけど、それやったら飛び切り使ってもよかったかなっていう感じですね。まあそれはしゃあないな。したらこれは聖剣好き打ちましょう。はい、聖剣好き、はい、テンションアップ、フェイススターしろまあ相手もね広場で、まあ、自傷行為をしてくれるので、まあそれが積み重なってキングレオまでのフィニッシュとして、フィニッシュ圏内に入ればいいかなっていう感じですね。はい、さあアトラス、まあこれはもう処理に回ってたら間に合いませんね。うん、気合い入れてくよ。ガンガン攻めていく感じでいきましょう。さあ聖剣突き、これはテンション回していきます。私の技味わしてあげる。さあ大口橋、精神統一、キラーマシーン、あー悪くない、キラーマシーンは悪くない。したらこれキラーマシーンいくか。まあしっかりとウォール張って、まあフェイスへのダメージを軽減しましょう。でまあ顔に詰めれる時は詰めていく。見せてやるぜ。まあ応援とか持っててね、貫通でも一気に2体取られるっていう方が嫌なので、まあ、これはこうしましょう。さあ聞こえるか、雷鳴の轟きが、まあ処理3点食らっていく。さあ顔、それはナイス、素晴らしい、ありがたい、よし、すごくありがたい。でまあ7点8点、まあ手札で8点あるのであと3点、イカが残れば、いや残んねえかなさすがに。おフェイス、よし、フェイス、うん、9点、もう9点は痛いですね。さあビッグロース、うん、3、4、5、5の7、あリーサルですね。はい、ほい、キングレオ走りなさい。はい、フェイス、フェイスと、はい、対戦ありがとうございました。いや、まあ、処理に回ってくれなかったから、まあ、フェイス詰め切れたっていう感じですね。はい、勝ちです。私の呪文でぶっ飛ばしちゃうんだから。それでは対戦よろしくお願いします。お相手ゼシカですねまあゼシカだとアグロがほぼじゃないですかね。うん、ジャガーメージ1枚キープしていきましょう。あーちょっと重いな容赦しないわよ。ちょっと重いですね。もうもまあアグロでしょうね。私のターンで。俺
これはメラゴーストポイット。まあ盤面にユニットを出していかないとちょっときついんでね。行くわよ。うわメラゴースト返し。まあまあ多分次のターンジャガーメージが刺さってくれるので、まあいいかな。とりあえずテンションを回して動いていくっていう動きでしょうかね。闘魂打ち、まあこれはテンション回しましょう。はい、イチコスユニット来てくれればでかいですよ。あーあーまあまあ、はい、ターン終了。おくちばし、私のターンね。さあ竹槍兵強い。五点パンチか。瞑想引いとかないとちょっときつそうですね。私のターンね。プチアーノンか。じゃあこれ大口橋プチアーノン、いややめとこう。これはジャガーメージだな普通に。はい、まあもう一枚ジャガーメージあるんでね。さあ行くわよ。さあ4ターン目、きついのが亡者の人様。あいつがもう凄まじくきつい。まあアリーナの天敵と言っても過言ではない。うん、マジくらい。それは弱い、それは弱い。テンションアップ除去してくるか。うん、焼き尽くしてあげる。まあ大くちばしが刺さりますね。はい、そしたら4ターン目の動きですね。うん、力の指輪、まあこれ大くちばしはほぼ確定。プチアーノン、プチアーノン闘魂打ち打っちゃいましょうか。はい、闘魂打ちターン終了。闘魂打ち、盤面にユニットを残していきます。容赦しないわよ。5ターン目亡者、はい取れます。よこよよよよよ、すごく良い、すごく良い。あ取れねえじゃん。マジですかいそれ。あー4点食らっちゃうじゃん。そしたらいやなんて野郎だ。ほい、あと16点の4点パンチ食らって12点。きついみたいですね。はい、まあこれ処理に回ってくれたら爆破ドなんですけどね。ジャガーメージの圏内に入るんで。テンションアップ。セクシービーム、あ、除去してくんのかこれ。あ、除去していく。あ、メラミか。あーそれはマジできつい。いやセクビ強すぎマジな話。ダウンしろ。私のターンね。セクシービームが強すぎる剣について皆さんちょっと話し合いませんか。亡者の人玉だけでライフがゼロにされちゃいますねこれ。瞑想を引ければまだまだロングゲームが望めるんですけど、引けないとちょっと厳しい圏内に入ってきましたねこれは。もうキラピッケキラピだと強すぎ。私のターンね。まあこれは聖剣、力は確定してるんでとりあえずテンション回しましょう。はい、瞑想が引きたい。私の技味わしてあげる。ベビーパンサーか。精神統一、4個さればいいんですね。いやジャガーメージ
して、力、除去。これはベビーパンサーいきます。はい、ターン終了。ベビーパンサー、さあ行くわよ。さあ8点はきついよ。テンションアップ、モーモン出していく。よし、出していく。これはでかい、マジででかい。聖剣好き、これも打っちゃいましょうか。とりあえずテンションアップで回します。キラーマシーンとかやったら爆アドなんでね。私の技味わわせてあげる。瞑想を引いていく、これはでかい、マジででかい。テンションアップ、テンションアップじゃない、精神統一。カード引いていく。ビッグロース、いやビッグロースしてもグレンで取られるか。まあまあグレン打たせようか。じゃあグレン打たせます。はい、聖剣好きパンチ、聖剣好きパンチ、瞑想フェイス、これよいしょとします。はい、ターン終了。三三にしとけば相手はね結構打ちたいと思います。はい、いやこの瞑想はマジででかい。バールゼブブ強えな。しかも前列に置いていく、なぜだ。テンションアップ、グレン顔、わーこれ結構ありがたいぞ。うん、ありがたい、ありがたい。ビッグロス引いていく。もう聖剣好き、いやキングレオでもいいかも。そうしよう、取ってキングレオ。はい、攻めよう、もう攻める時間。テンションアップ、ターン終了。まあこれで、まあ、メラガイア以外はリーサルないんでね。はい、まあこれでキングレオ出したことによって、まあ、次のターンでリーサルが決めれるっていう感じでしょうかね。はいはい、対戦ありがとうございました。いや瞑想がマジで強かった、ありがたい。対戦ありがとうございます。はい、対戦よろしくお願いします。お相手ゼシカですね。ちょっとねゼシカ相手だと瞑想キープで多分戦えると思います。はい、やっぱり瞑想引けないときついなっていうのがあるので、これは瞑想置いちゃっていいと思うんですよね。はい、まあこれテンションアップでいきましょう。はい、ターン終了。まだ分かんないけどね、普通に氷塊ゼシカの可能性もあるので、ここはしっかりテンション貯めていきましょう。まあただどっちにしろ瞑想は非常にでかいカードになるんじゃないでしょうか。はい、アリセンモグラ、グレン打ってほしいけどね。メラゴーストがちょっと嫌ですね。まあ持ってるか、あドロヌーバか、うん、ありがたい。思いっきり行くわよ。さあビッグロース、これはまあテンション回しましょう。はい、私の技味わわせてあげる。力ストレートマッチ、うん、力か。いやビッグロースはダメですね。これは大口橋展開しておこうかな、グレン。じゃないとちょっと次のターン厳しそうなんですよね。これ大口橋展開してフェイス1ターン終了しましょう。はい、まあ後列にもね1点出せるカードが2枚揃ってるので、いやグレンをちょっと打ってほしいですね。願います。さあ1コスのオンパレード、一体ビッグロース、ビッグスロースはどこまでビッグになるのか。ただ瞑想積んでるのでちょっと安心ですね。アグロにドロヌーバーは入ってくるのでまだ分かんないですね。
まだ全然わからんよ、何のデッキか。さあカード握っている。グレンを打て。エラゴンスで切り返していく。グレンもう絶対打たないよっていう感じですね。これ絶対打ちたくねえみたいな。そろそろ決めないとね。竹槍、いやーこれフェイスか。私のターン。さあグレンは打たない。格闘パンサー、うーん格パンからいこうか、はい、まあ瞑想を積んでてよかったですね。はい、そしたらそしたらメラゴストレートパンチ、力、ああ全処理しましょうか。これとりあえず寺ゴースト燃やす。ストレートパンチ処理、処理、力、それさえあれば。でターン死ぬかな。全処理 しましょう。はい、全処理して、まあ、こちらの盤面に2体のユニットを残しておくっていう形でいきます。はい、いや瞑想キープは正しかったね。アグロゼシカしかいねえからなマジでこれマジな話。いやそろそろグレン打ってもいい時間じゃないですか。気のせいか。マジックライン2枚、これ怖いな。いや打たない。なんて野郎だなんて野郎だ。打たないか。ビッグロース34、あーまあグレン圏外には追いやれるので、まあビッグロース、ビッグスロース相手に、まあ、相手のリソースを削らせるっていう動きも、まあ、悪くはないと思いますねこれ。うーんそうしようか。はい、ビッグスロース、力、うん処理、処理、処理、まあジャガーメージ圏内に入っちゃうんだよな。ほいほい、ターン終了。グレンジャガーメージはマジで頭が弾けるコンボですよ。うん、瞑想まで打っちゃえばよかったかな。そうすればジャガーメージケアはできるので、ジャガーメージケアできるっていうか、まあ、ビッグスロースがジャガーメージグレンで取れなくなるので、まあ、打っちゃってもよかったような気がするんですけど、うん、ちょっとまだ早いような気がしないでもないですね。さあここその動きどう動いていく。まあジャガーメージグレンがあればそれ以上の返しは多分ないと思うので、ノータイムで打つと思うんですけど。そろそろ決めないとね。そうそう決めないとね。サビックスロースに標準が定まっていく。グレンの炎で焼き尽くしてあげる。シルビア、あーなるほど、まあ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 、それなら悪くないかな。それならうん、ジャガーメージが一番嫌だったんですが、まあこれならまだ大丈夫でしょう。ハートグレン2発、ビックスロース燃やされていく。倒そう。
さあキラーマシンあたりが欲しいですね。キラーマシンが欲しいよ。まあこれはとりあえずテンション回しましょう。私の技味合わせてあげる。わあ弱っ。弱え。くっそほど弱え。まあマウント取るかとりあえずな。マウント取ろう。もうもう。はい。ビビパスターテンションアップ。三しろ。やるじゃない。容赦しないわよ。はぐれメタル強い。テンションアップ。なんか出ていくベビーパンサー。あー全処理かな。グレン打つか。グレン打っていく全処理。マウント取って取られて繰り返し。ビッグロス、ビッグスロース。味わしてあげる。ジャガーメージあんま強くない。精神統一。キラーマシンが欲しい。キラーマシン引いていく。キラーマシンテンションアップ楽しろ。このキラーマシンはでかい。こいつにねメラゾーマとか打ってくれればもうほぼ相手は盤面で、まあ、こちらの HP を削っていかないとダメなので、うん、ありがたい。フェイス、テンションアップ。ターン終了かな。プチアノモモ、うん、まあジャガーメージ刺さってくれるんでいいかな。思いっきりいくわよ。聖剣好き。1,2,3,4,5,6,7,8。まあジャガーメージ、ジャガーメージは確実。ビッグスロースゼロ個数ほい。聖剣、聖剣好き。瞑想はいいね。テンションアップで手札が少ないんでテンションアップ優先していきます。容赦しないわよ。ただ相手もアグロにしては手札3枚とまだまだ火力が出る手札なので、女神処理。いや本当になんかリソース削り合いだなこれ。あ、綿棒はきついですね。さあマポレーナ、うん、強い強いが相手が手札全て出したので、まあまあいいでしょう。ジャガーメージ、これはもうテンション回していきます。はい、味を回してあげる。モーリー、モーリーはでかい。でかい、これはでかい、マジででかい。でかすぎる。銃はでかい。銃はやばい。銃はでかすぎでしょ。瞑想挟んでいく。何しろこれはきついんじゃないですか相手。盤面で5点8点であと2点をもうモリーに吐き出さないときついので、もうそこからマウント取っていく状態ができるんでね。うん、もうじゃあ、もうフェイスプランに変えましたね。まあそれならそれでいいでしょう。モリーはモリモリ育っていきますよ。うん、いやでかいでかいでかい、マジででかい。ジャガーメージ握ってるのもでかい。3,4,5,6,6なのでとりあえずテンション上げます。さあモリー12です。やばい、止まらねえからよ。ジャガーメージ闘魂打ち5,6,7,8,8なので、まあこれは精神統一積んでいいかな。はい、含めばに、ジャガーメージブルブルブルンと、覆面バニーもちろん取ります。
闘魂打ちで処理で、しかもさらに、モリーのおかげによってテンションが回っていく。よしで、これで14の10ですからね。これは取れないよ。キングレオ、もうこれはもう勝ったでしょう。14の10、モリーがモリモリしていく。どうする、グレンの炎、ジャガーメージ処理、まあ、リーサルはないってことですね。はい、はぐれメタル顔でしょう多分。顔、はい、対戦ありがとうございました。いや強えわ。悔しいけどあんたの勝ちよ。強い。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですね、雪男ということでアグロアリーナ使ってみたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ非常に強い構築になってるんじゃないかなと思います。はい、まあ対アグロに対してもですね、強く出れるっていうのは非常にいい点ですよね。うん、やっぱり瞑想が非常に強い。やっぱり5点回復っていうのはね、まあ相手がアグロからすると本当にリーサルがずれてしまうんでね。うん、その間にやっぱり除去札を切って、まあ、マウントを取って、まあ、一気に顔に詰めていくっていう動きができるので、これは非常に強力な構築になってるんじゃないかなと思います。それでは呪文の発行いたしましょう。よろしければこちらランクマッチ、フリーマッチで使ってみてください。はい、それではね、よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。チャンネル登録は画面右上の僕のアイコンから、その他もろもろ動画出してますんでね、よろしければぜひご覧ください。 Twitter の方概要欄に URL 貼ってるんでね、よろしければフォローの方もお願いいたします。それでは良きドラクエライフを。バイバイ。